皆さんこんにちは、今回のテーマは夏場のトレーニングどうしたらいいのというテーマです。このテーマ何を前提にしているかというとですね、やっぱり夏場になると夏休みに入っちゃう方が一定数いらっしゃるからなんですね。そうじゃない方は全然いいんですけど、やっぱり夏場暑くて走れないから走らないとか、あるいはそのほぼ走らないみたいな感じですね、の人がいるので、それって結構実はもったいないんですよという、話をさせていただきたいなっていうふうに思います。で、何がもったいないかというとですね、そのまず夏場はなぜ、冬場と同じように走れないのかっていうことを理解すればですね、割とトレーニングって、修正しようがあるんですね。で、修正してる人もですね、やっぱり夏場は暑いから短い距離しかやらない、あるいはやれないと思い込んでる人が結構いるんですが、その考え方もですね、実は間違ってる部分っていうのがあるんですね。で、それは、まず何が間違ってるかっていうのを解説する前に、なんで夏場、冬場と同じように走れないのかっていうのを説明させていただきます。人間の体っていうのは、走ってる時っていうのは、要はそのエネルギーを生み出し続けてるわけですよね。で、そのエネルギーを生み出す量っていうのが、安静時よりも非常に多いんですよ。で、その生み出すエネルギー量に限界が来るから、ペースダウンせざるを得ない。あるいはもう全く走れなくなる。だけど、全く走れなくなるっていうことはほぼないですよね。要は、フラフラになって倒れるっていうことはそんなにはないわけですよね。たまに倒れてる人もいますけど、普通はないわけで、走ることぐらいはできるわけですよ。だけど、どうしてもそのペースダウンしてしまうというのはなんでかって言ったら、その人間の体内でエネルギーを生み出すときに、様々な化学反応、ケミカルな反応が起きているわけなんですが、その際にですね、最適な温度と最適な pH っていうのがあって、この最適温度と最適 pH から離れてしまうと代謝が阻害されるんですね。で、代謝が阻害されるとエネルギーを生み出せなくなってしまうので、ペースダウンせざるを得ないというような理屈になってます。で、最適 pH から離れるっていうのは単純で、乳酸が多量に生成されているときですね。乳酸が、血中乳酸濃度があまりにも上昇すると最適 pH から外れてしまうので代謝が阻害され、ペースダウンを余儀なくされると、だからオーバーペースって効率悪いっていうのはそういうことなんですね。で、それと同じことが起きてしまうのがやっぱり夏場で、最適温度から離れてしまうので著しく離れてしまうので代謝が阻害されてしまって、ペースダウンが余儀なくされます。で、さらにもう一つですね、中枢神経の働きっていうのがあって、人間ってその生命の危機を感じるような場合、中枢神経がストップをかけるんですね。で、そのストップっていうのはまず第一段階では不快感という形で現れます。きついと言ったらいいんですけれども、端的にきついですよね。例えばその先の血中乳酸濃度の話になってなると、あまりにも早いペースでスタートするとしばらくしたらきつく感じるじゃないですか。要はそれは中枢神経がこのままだとちょっと最適ペーハーから遠ざかってしまうから、ちょっとやめてくれと、ペースダウンしてくれというサインを送ってるわけですね、私たちに。で、夏場の場合はですね、まず第一にやっぱり熱っていうのは体にとっては結構危険で、生命の危険があるんですね。もちろんその普通にやってれば死ぬようなことっていうのはないんですけど、それはなんでかって言ったら中枢神経がストップかけてるからなんですよ。中枢神経がストップをかけないと、その取り返しのつかないところになるまで、体温が上昇してしまうんですね。ごく稀に熱中症で一生その知的な障害が残る人っているじゃないですか。脳に機能障害が残る人って言いますよね。あれはもう本当に重度な熱障害なんですね。で、そうならないように中枢神経はあらかじめ不快感という形を我々に送ってくるし、で、もう一つはその強制的にペースダウンさせます。だから、結構その水をかぶったら復活するとかあるじゃないですか。水かぶったぐらいでそんなすぐには体温は下がらないです。ただ中枢神経がそれで反応することってあるんですよね。水をかぶることによって中枢神経が、まだいけるかなと、まだもうちょっと走らせても大丈夫かなっていうふうに判断すると、それで走り続けることができるんですね。で、大雑把に言うと、その最適温度から離れてしまうっていうのと、その中枢神経がストップをかけてるっていうので、夏場の練習は、厳しいです。
まあ、要はその中枢神経も早めにストップかけたいので、本当はまだ走れるはずなんだけど、やっぱ早めにストップかけさせるんですね。だからその心身ともにやっぱり精神的にもきついし、体も実際動かないっていうのが夏場の練習になっていきます。で、じゃあなんで体温が上昇し続けるのかっていうことなんですが、これは人間が走るときに生み出される運動エネルギーの約7割ぐらいが熱エネルギーに変換されるからです。つまりその運動することによって当然大きなエネルギーを生み出さなきゃいけないわけですよね。で、その7割ぐらいが熱エネルギーに変換されてしまうので、自動的に筋温とか体温が上昇し続けるっていうことになります。で、強度が上がれば上がるほど単位時間あたりに生み出されるエネルギー量っていうのは大きくなります。だからペースが速くなれば速くなるほど熱エネルギーも多くなるんですよ。生み出される熱エネルギーも多くなります。で、あとはその持続時間なんですよ。だから夏場ってその短い距離だったら大丈夫みたいに思ってる人がいるんですけど、全然そうじゃなくて、熱エネルギーとその運動時間の両方から考えていかなきゃいけないんですね。例えば1万メートルのレースってもう真夏に走らしたら明らかにパフォーマンス落ちるじゃないですか。まあ、この前も実業団の方の話聞いてたら、北連ディスタンスで、まあ女子ですけど、北連ディスタンスでは15分50だったのが、その後地元に帰って福井県選手権、まあ気温が35度ぐらいまで上がったらしいんですけど、35度とかで走ったら17分かかったみたいな、そんな話もしてましたが、まあ人間ってそんなもんなんですね。高く5000メートルであったとしても、やっぱりペースが速いから、単位時間あたりに生み出される熱エネルギーの量が多いんですよ。そうすると高が5000メートルかもしれないけれど、まあ、あの体はやっぱり筋温とか体温が中枢の温度っていうのが中核体温が過剰に上昇してペースダウンを余儀なくされるんですね。まあ、もしくは中枢神経がストップかけてるわけですよね。なので高が5000メートルであってもペースが速かったらこなせないもんなんですよ。で、ただその短距離ぐらいまで運動時間が短くなると結構大丈夫なんですね。だから100メートル、200メートルとか400メートルとかぐらいであれば、真夏のオリンピックとかでもいい記録出るじゃないですか。インターハイもそうですけど、まあ、むしろ真夏の方が真冬よりはいい記録出ますよね。このあたりが短距離と中長距離の違いになってきます。だから夏場の練習っていうのは、その距離が短かったら大丈夫とか、短い距離の練習をした方がいいとかっていうことではなくて、運動時間とそのペースの両方から調整していく必要があって、長い距離を走ったとしてもある程度ペースを落とせば、まあね、普通にって言ったらおかしいですけど、多少だからそのペースは落とさないといけないんだけど、まあある程度全然いい練習っていうのはできます。で、これはまあ距離問わずっていうことですね。だから別に真夏でも30キロ走とか全然できます。ペースさえ落とせば、あと給水しっかり取ればですね。なので、そんなにまあ恐れることはないというか、あの微調整すれば大丈夫ですね。あとは一番大切なのは走る時間帯ですね。やっぱり真夏に昼間に走るのはもう無理です。まあ、何が無理かっていうと、やっぱり太陽光線がきついんですね。で、プラスまあ特に都市部はそうなんですけど、アスファルトからの照り返し、これで結構その温度が上がるんですね。なんていうか、その気温は35度とかでも、アスファルトに太陽が照りつける続けると、やっぱ50度とか60度とか、60はなかなかいかないと思いますけど、50度ぐらいには結構簡単になっちゃうんですね。で、そういう状況であればですね、その照り返しからの熱っていうのも、まあ、体が受けて、でそれに対して中枢神経が反応してしまうので、やっぱりもう日が昇る前か、昇り始めた直後ぐらいの早朝か、もしくは夕方から夜にかけて、まあ、これは時間帯変更しないと練習はうまくいかないと思います。だからまあ、人間の体なんで、真夏の練習っていうのはやっぱり限界はあるんで、微調整しないと絶対無理です。ただ、微調整したらいけるんですね。だからこのあたりがまあ、工夫と根性論の真ん中ぐらいになるところっていうのがやっぱり必要で、やっぱ根性論では無理なんですよね。真夏に昼間、真っ昼間にですね、真冬と同じ練習やって言ったって、それは絶対無理なんですよ。もう高校駅伝の指導者だって、全国高校駅伝とインターハイに向けての調整は変えます。やっぱり真夏の方が練習は軽めにして、レースに出させます。だ絶対無理なんですね。絶対無理なんだけど、だからといってやっぱり夏休みにしてしまったらもったいなくて、夏場にしっかり基礎を作った人が、その秋冬以降のレースで活躍するので、やっぱり夏場にしっかりと土台を作っていただきたいですし、そのための微調整が必要ですよというのが今回の話でした。今回のテーマは以上なんですが、夏場のトレーニングについてもっと詳しく知りたい方のために、雪蝶夏場のトレーニング論という電子書籍をご用意しておりますので、興味のある方は動画の概要欄の URL をクリックして詳細ご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ラスト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 ポイント、お疲れ様です。ナイスナイスナイス、お疲れ様でした。